駒のまたキーをやります。まあ、なるべくブルーシートの上にこぼれないように慎重に持ってもらってバケツの中に入れてください。で、枝ね、こうパキッて折って中央に寄せちゃって、で、上から、でこの杭は頭の方を向こうに持って尖った方を手前ですね。で、上から叩いていって、まあ、途中持ち替えて今度下側を叩くと。で、叩き終えたら、まあ、向きを同じにしてブルーシートの上にはめといてください。で、これを繰り返します。おお、すごい。はい。で、ある程度ゴマが溜まったら、こっち、ふるいがあるバケツのところにこう開けてやって、で少しこうバケツを揺すってやると網目からゴマが落ちてゴミだけ残るので、このゴミはトラックの上に開けてください。で、叩き終えたゴマ、叩き終えたゴマある程度溜まったら、まあ、刃先を前にするようにして振るようにしてください。で、それから、まあ、今まだちょっと残ってるんですけど、説明なんでやってますね。まあ、ブルーシートの上、これちょっと、叩き終えたら、まずパイプを外します。で、ブルーシートの上のものを一旦片付けてもらって、今度このブルーシートを片付けます。佐藤さんちょっと手伝ってくれ。こっちの端に杭がついてるから、杭を抜いて、杭がなくさないように、で一回これ中央に寄せましょう。ちょっと待って、ね、こんな感じで寄せてもらって、今2人でやってますけど人が足らないんで、まあ、なるべく4人で持ってこの中のゴミをこの桶の上にコンテナを置いてこの中に入れるか。2人だとちょっと厳しいんで、3、4人で協力してブルーシートの上のゴマをコンテナの上に入れます。そしたらコンテナ振るって、腕
でだいぶ落ちたから。まだまだいっぱいあるね。まあとりあえずこれでね、ビニールを片付けて、で次のところに移動してください。じゃあ説明はとりあえず以上です。はい。